埼玉トヨペット。それまでのラップタイムに関してもマーク X の方が早かったもので、後から、ドライブスルー相当としてタイムが出されるんだったら、まあ、入った方がいいし、そうするとタイム的にもひょっとして逆転可能な位置にいるんじゃないかということで、はい、いろいろ走りながら電卓弾いて計算しました。もちろんミスは誰でも起こりうる話で、そういう時にいかに周りがリカバーできるかっていうのはチームだと思ってますし、絶対前に出るっていうつもりで走ってましたから、まあ成功したんじゃないかなと。OJT 教育って仕事を通じながらこう人材育成をしていきましょうねっていうのがありましたけど、まあ、今回はそれがまさにサーキットでもできて、先輩メカニックが張り付いてそこで経験値を積み、で新しく来た店舗メカの子たちにそれが伝承されるっていうところでは、まあ、お店にはすごい負担をかけてしまったんですけど、我々の活動っていう意味ではすごくスムーズに彼らがいてくれたおかげでチーム作りができたと思いますし、戦力にもすごくなったと思います。
戦略的に向こうの車も無理をして追い上げてきたんで、抜かれた方の、僕よりも抜いた方の相手の方がちょっと車の挙動も乱れてたし、すぐ抜き返そうと思ってなくて、とにかく乱さないように乱さないようにってやったんですけど、我々のマーク X ってこうああいう重量感のある車で全てがデメリットと思われるんですけど、その重さが手伝って荷重がタイヤとかにかかるんですね。その安定感を感じながらやっぱりああいう外から行けたんで、車にも助けられたレースだったかなとは思ってます。相手を追っている時ってすごく疲れないし、気分も乗ってるし、行けるっていう思いで走ってますし、車がいつも以上に速く感じるし、しっかり止まる感じしますし、コーナーごとに相手の39号車の車が大きくなって、まあ、近くなってきて、多分気分が乗って走ってたんだと思います。やっぱああいう場で自分の力で1位になってこれるっていうのは嬉しいよね。86に追突すると思って、ブレーキが止まらないと思って、抜いた喜びよりも当たらなくてよかったっていう、そっちの方が大きかった。接触とか大きいミスもそういうのもしてないんですよね。今後もそういう風な卒のないというか、レースを続けることが最低条件で、プラスアルファはやっぱり車両側でもう少し一周一周のアベレージというかね、そういうのを上げていくことが大事かなと思ってます。まあ、車の速さですね。車の速さっていうのはやっぱり予選のタイムが実際今のうちらのマーク X の実力だと思ってます。ただ、そこをチーム力、ドライバーも含めた、力で表彰台に、立ててるっていうのが実際のところで、車もうちょい仕上げればそこはおのずとついてくると思ってますんで、このオフにやることっていうのはもうだいたい見えてます。初めて5年で結局まだ我々は1勝しかしてなくて、勝つのって難しいんだねって思ったし、今年は須郷を除いて全線表彰台に乗ってたわけなので、流れ的にはすごくいい1年だったと思うんですよ。それでも勝てなかったし、それでもシリーズ3位だったし、なんでもちろん勝ちたいし、チャンピオンにはなりたいと思います。